皆さんはじめまして、フリーアナウンサーの檜山沙耶です。この番組はお金のあれこれを学んでいく番組、通称沙耶マネです。ウェルズナビさんと一緒にお送りしていきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はじめまして、ウェルズナビの小松原です。お金のあれこれ、難しいですよね、皆さんいろいろなお金の悩みがあると思います、はい、この番組を通してお金の話を分かりやすくお伝えできればと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はじめまして。はじめまして。よろしくお願いいたします。スタジオの作りもすごく綺麗ですね。そうですね、これ本物ですかね。 CG じゃないですかね。すごいですね。もう触れられますもんね、はい、CG じゃない、はい、さやまね、檜山沙耶と学ぶマネー入門、始まりました。お金のあれこれということで、これから小松原さんにいろいろとお伺いしていくんですけれども、まず今回のテーマは貯蓄がしたい。なんだかストレートですね。はい、まあ、そうですね、まあ、そもそも貯蓄というところなんですけれども、はい、どういったイメージ、貯蓄っていうと、はい、そうですね、まあ、現金、あとは預金口座にお金を入れるイメージがすごくありますね。はい、半分だけ正解ですね。はい、じゃあ半分間違ってると。そうですね、貯蓄と、はい、貯金っていう言葉があるんですけど、今おっしゃっていただいたのは貯金の意味で、はい、貯金っていうのは現金とか預貯金とか銀行預金のことを言ってます、はい、貯蓄っていうのはそれに加えて投資信託とか株式とか、そういったその金融商品全般のもの、はい、これを貯蓄っていうふうな言い方をします。なるほど、はい、でそれを踏まえまして、はい、こちらのスライドをご覧になっていただけますでしょうか、はいはい、単身世帯の平均貯蓄額ですね、年代別にこう出ておりますけれども、はい、20代から70代まで出てますが、全年代平均しますと941万円となってます。結構この乖離がありますね。40代から50代も一気に飛び跳ねますし、そうですね、このあたりがこうぐっと上がってますね、うん、特に20代なんかは非常に少ないと、120万円からの分かりますね、はい、やっぱりどうしてもその年功序列といいますかね、こう日本の社会っていうのは年齢が上がっていくと給料も上がっていくという傾向がありますので、はい、こう年代が上がりにつれて上がっていくと。あ、そうなんですね、はい、20代はやっぱりこうお金を使うことも多いですもんね。初任給とか考えてもなかなか貯めるって難しいですもんね、まあ、なかなか20代で、ね、120万貯まってるっていうのもなかなか難しいですよね。そうですよね。どうですか、こう貯まって平均と比べて。あ、まあ、私も、はい、まあ、つい最近30代になりましたけれども、まあ、これに比べると、まあ、頑張ってる方ではあるんですけれども、うんうん、ちょっとね、今後のこう年代に備えてコツ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 貯めていきたいっていう気持ちはしますね。なるほど、はい、貯金の貯蓄のですね、やり方といいますか、はい、こう工夫とか、ございますか。そうですね、本来だったらしっかり一定額とか決めた方がいいのかもしれないですけれども、まあ余った分を当てている感じですね、うんうん、そういった方は、はい、多分ほとんどじゃないかなと思いますね。使って、うん、まあ、余った分を貯蓄するっていう、でそれ自体は全然いいかと思うんですけれども、はい、ただ月々にこう貯蓄のムラが生じてしまいますので、うん、はい、まあ、ここでは、計画的に安定した貯蓄をということをですね、しっかりと触れていければと思いますので。わかりました、はい、他の人がどういうふうにやっているのかっていうやり取りみたいなものもね、VTR あるみたいなので見ていきたいと思います。はい、ねえ聞いてる？先月飲み会10回も行ってさ、そんなんじゃお金全然たまんないよ。いや、しかも帰りはタクシー乗って帰ってきてさ、お金貯める気本当にある？いや、昨日は雨も降ってたから。いや今月何回行ってんの？でもさ、カナもよく買い物してんじゃん、靴とかさ。いや、あれはセールでお買い得だったから。お買い得ってだって必要ないものばっかじゃん。いや、蓮くんに言われたくない。みんなはどう思う？やめてよ飲み会行くの。いやいや、普通に付き合いとかこっちはあるからさ、それで仕事とかできるかもしれないから。無駄だよね、仲いいんですよね、なんだかんだね。そうですね、ですよね、喧嘩してますけど仲良さそうで。なんか最後は何を見せられてるんだろうと思うんですけれども女性側の気持ちがすごく分かって、うん、セールってなるとどうしてもついつい買ってしまうんですよね。事前にこちらの方で
檜山さんについてお調べさせていただいたところ、はいはい、半額ハンターおさやっていう、そうですね、昔は言われてたっていう、はいはい、これどういう意味なんでしょうか。これはスーパーに行って、よくこう前職とかでも、時間が遅めの時間に出勤することが多かったので、だいたいその時間帯になるとスーパーが安くなってるんですよ、うん、どうせ買うんだったら半額になっていた方がいいねということで、半額シールのあるお惣菜をよく買っていました。まあ、3割引きと結構見ますが、半額ってそんなに数多くない？すごいですよ。いや、それがだいたいもう5時ごろ3時ごろになると全部半額のシールが、もうみんな太っ腹なんでしょう ね、 いいね、餃子とかも焼きそばも半額になっていて、だいぶたまりました、節約できました。ちなみにスーパーでお買い物されてるっていうことなんですけど、はい、外食ですとかそういったものは結構されたりしますか？ですね、外食もします。例えば今日みたいに仕事がこう、2件あった場合、合間にこうレストランに行ってご飯食べたりとか、あと、外食フードデリバリーを使うことも結構多いですね、最近。結構高いですよね。高いですね、はい、ただ今でいう言葉、コスパタイパですか、を意識してるんですね。作ったりは、作ったりもするんですけど、作るって言ってもなかなかこう家にいる時しかできないので、冷凍したりしてなんとか対処しています、はい。先ほどの動画でもありましたけど、はい、10回こう飲み会に行くみたいな話って、結構こう使いすぎてしまった時とか、はい、何かこううまくバランスを取ったりとかってこうされていらっしゃるんですか？10回飲み会に行くことはあんまりないんですけれども、もしなるってなった場合、それこそこう半額を狙いますかね。では檜山さん自身ですね、はい、貯蓄についてのこう意識っていうのをし始めたきっかけみたいなものっていうのはございますでしょうか？やっぱりですね、社会人になってから意識するようになりました。20代前半ですね、社会に出てから。やっぱり自分でお金を稼ぐようになってから、はい、ということですかね。初任給の安さにびっくりした記憶あります。年金とか保険料でだいぶ引かれるんだなっていう。そうですね、引かれる額に驚きました。確かに、社会人になりたての頃って こんなに引かれるんだっていうのは。そうなんですよ、ありますよね、はい。その中でこう貯蓄をしていこうっていうふうなところは社会人になった時からあったんですかね？社会人 1,2 年目は正直もう貯められないなと思っていたんですけど、だんだんこう年収が上がるにつれて貯めていこうっていう決心はありました。何か失敗したとか、うまく貯められないなみたいなことってあったりしましたか？うまく貯められないな、でもやっぱりこうお付き合いとかがあると、飲み会もそうですけれども、会食とか、一緒にご飯するってなると結構かさむ時もあって、その時期はあんまり貯められませんでしたね。急な出費とか、ありましたね。あったりしますね。自分の好きな洋服とか買うとやっぱりたまらないなって時は。貯蓄がしたいといってもなかなかこう月々の収入に対していくら貯蓄に充てるべきか悩ましいですね。目標の目安などあるんでしょうか？そうですね、こちらのスライドの方ご覧になっていただけますでしょうか？はい、こちらはですね、年代別の手取り収入からの貯蓄割合というですね、データがあるんですけれども、20代から70代まででございます、はい。でこれを見ていただきますと、大体平均しますと 10% 以上、できればこう 20% とかそれぐらいの水準で貯蓄ができると良いかなというふうにも言われております。大体じゃあ 10% か 20%の間でこう頑張れればまだ御の字ということですかね。そうですね、はい。じゃあちなみにこの20代から70代までのこう年代別の貯蓄割合と出てますけども、檜山さん自身は大体何パーセントぐらい貯蓄できてますかね？はい、平均でいうとこのぐらいだと思うんですけれども、多い時には 50% ぐらい貯蓄できていた時もありました。50ですか？はい、半分ぐらい。なかなかそういう人いませんけど、恵まれていて、はい、家賃の補助制度というものがあって、会社員時代それを使っていました。なるほどなるほど。結構それは何年間か、そうですね、使わせていただいて、その分お金を貯めていました。でも家賃が例えば補助制度があっても、はい、なんだかんだで食費とかいろいろ使うものがある中で 50%、はいはい、これはなんか
工夫してたこととか、うん、工夫、あ、でも自炊を心がけていました。その時は全然こう外食も行かずにいたので、はいはいはい、やっぱり自炊って大事ですね。あ、なるほど、はい、スーパーに行きつつ、行きつつ自炊もしつつ、はい、なるほどですね。今はどうでしょうか。今はもう独立されて、はい、その、まあ、50% なかなか難しいと思うんですけど、はい、まあ、これぐらいの水準感では、そうですね、大体このぐらいの水準はいっている気がします。あ、そうですね、はい、なかなかこう 10% 貯蓄できるっていう方も意外と少なかったりするので、うん、あ、そうなんですね、はい、なので、まあ、この調子で、まあ、20% 以上とかいきますと、じゃあこれからも頑張りたいと思います、はいはい、改めてお伝えいたしますと、収入に対して 10% から 20% の貯蓄を目指そうということで、こちらを一つの指標にしていただければいいんじゃないかなと思います。わかりました。具体的な数字があるのとないのでは見通しの立て方がやっぱり変わってきますもんね。そうですね、まあ、闇雲にやるんじゃなくて、まあ、10% から 20%、はい、この数字でしっかりと頑張っていきましょう。わかりました、ありがとうございます。はい、さやまね、初回の収録お疲れ様でした。ありがとうございました。どうでしたか、さやまねの初回の収録でしたけど。はい、あの貯蓄について学べて嬉しかったです。はいはい、意外とできているなっていう部分もあったので、ちょっとこれから小松原さんに教えていただいたことをですね、胸に貯蓄していきたいなと思いました。小松原さんちょっと緊張がすごくて、あの檜山さんに映ってないのかなと思って、ちょっとこれどうでした、掛け合いはどうでした。あ、でもあのやっぱり YouTube で普段からあの配信されている方だったので、すごいあの深く教えてくださって、1回目から非常に学びある授業でした。そうですね、はい、今回そのテーマが貯蓄だったんですけど、うん、そのお金以外に何か貯蓄じゃないですけど、不動産とか株式とかですか、とかもですけど、す、ね、あと他の何かやってみたい気もします、はい、あの株式投資実はしたいと思っていて、うん、あの優待券とかもらえるじゃないですか、はい、なのでこう自分が好きな会社の株式とかちょっと買うきっかけもいいかなと思ってます、はい、されてますか何か。ちょっとまだ今回を機に、さやまねを機に始めようかなと。お互いじゃ始めますか、はい、ちょっと僕も、はい、まあ、いろいろアニメのなんか、そうですね、集めたりとか。そうですね、はい、結構あの収集する癖はあるかもしれません。フィギュアとか。あ、ですね、あの棚を買いました、この間フィギュア棚を買って家に飾ってます。7色に光るんですよ、リモコンで。棚がですか。はい、棚があの電飾になっていて、はい、光るようになってるんですよ。棚が電飾になってる。あ、はい、え、でもあの多分ゲーム配信者の方とか結構光ってますか。 あの棚ですね。なんで光らせたいって思っちゃったんですか。かっこいいからです。中身によって、あ、このキャラクターはちょっと緑っぽいなと思ったら緑にして、またこう中身変えたら、あ、この子青っぽいなと思ったらこう青にしたりとかして。すいません、達成しましたね。めちゃくちゃ早口になるなと思って。そうしましたら、はい、学びの一句ですね、はい、この学びの一句をちょっと書いていただけますでしょうか。わかりました。学び、今日の学びですよね、あの初回の学び、五七五いきます。なんかやっぱ緊張しますね、書くの。はい、貯蓄はね、2割を目指す頑張るぞです。いかがでしょうか。もう少し、もう少し欲しかったですよね。わかりました。じゃあ期待に応えましょう。期待に。はい、お金は逃げやすいので、足でね逃げないように手で押さえておきましょう。貯蓄はね、2割を目指す頑張るぞ。貯蓄、皆さん一緒に頑張っていきましょう。そしてコメントもお待ちしています。得意料理みたいな。あ、出ました。これ一番ね、あの迷うんですよ。56円ってすごくないですか。平均です。あ、平均ですか。この人じゃない。この子わかりますか。あ、なんか宇宙人。違います、違います。